キャラクターをデザインするだけじゃなくて、今回ガイナックス作品作る場合、かなり ストーリーとか作品世界までこうデザイナーが踏み入っていけるんですよ。例えば今回僕の中の一番イメージっていうか影響を受けたのは NHK の「脳と心」っていう番組だったんですけど、それを見てテーマはこれだみたいな感じで、あのさんにこれですよこれとか言って、どうして主人公が14歳なのかとか、どうして子供しか乗れないのかっていうのは、実は最初理由が考えられてなくて、そこら辺に僕がデザインする段階でどうして14歳なのかとか、どうしてその少年少女しかロボットに乗れないのかっていうのを、その番組からこうイメージを作っていったっていうか、ネタを作っていったっていう。一番最初に作ったキャラクターっていうのはやっぱり玄道とシンジなんですけど、その2人がもう悩まずに作れたっていうんですかね、実在感のある地味なキャラっていうのを追求したキャラクターなんで、もう人が描くのは難しいだろうなと思いながらもデザインしました。エヴァンゲリオンはメカアクションアニメなわけで、まあ、普通アクションものなんかですとやっぱり戦いの部分の描写に重きを置くゆえにですね、どうしてもそういう特殊なシチュエーションでの人間描写っていうのが多くなってしまうと。でこれはものすごく分かりやすい伝え方ができるっていうメリットはあるんですけど、当然デメリットとしてはですね、デフォルメされすぎちゃってて、そのキャラクターの一面だけを強調してしまう、そういう部分があると思うんですよ。戦いだけじゃなくて、戦いの合間の日常だとか、あるいは戦いを前にした非常に不安定な状況、そういったところをきちんと描くということで、人間ももちろん人間同士の関係というものを描けるんじゃないかと。企画の当初からこうちょっと絡んでた立場とすると、もう少し作品全体が明るいというか、こう軽い感じの作品になるかと僕はずっと思ってたんで、学園ものとか、まあ普通にラブコメとか、友達とのちょっとしたいさかいとか、そういうのはもう少しこうどう言ったんでしょうね、青春ものっぽく入っこう素直こうどう言ったんですかね、すんなりと作品の中に入ってこれるような感じかなと思ってたんですけど、実際には随分重い作品になっていった中で、学園ものみたいなところもそうですね、ちょっと少しこう毛色が変わった感じにしていかざるを得なくなったっていうところはあります。愛すべき存在でもありですね、ちょっと自分自身から目を背けてしまいたくなるような存在でもあり、なんと言いますか、一緒に並んで歩いてる同志という感じですかね。私自身も知らないでずっと二十何年間過ごしてきた中に、もうちょっと奥へ見たら、あ、こんなところにこんな私もいたのねっていうことに気がつかせてくれた存在でしょうかね。最初はあんまりこういった役者としてこういったキャラクターっていうのをやったことがなくて、で自分の中に一生懸命アスカと同じ部分を探していたんですけど、今ではすっかりもう自分の一部で、可愛くてしょうがない、なんか自分が今までなんか出せなかった、すごくなんか、本当に女の子らしい、可愛い女の子らしい部分、自分の部分だと思います。結末はですね、ラストシーンに何かがあるということもなんですけど、それ以上にその過程に何かがあって、それをこう見ることに意義があるっていうものになるんじゃないかなと思います。こればっかりは監督に聞いてください。予想は予想予想するのは難しいですね。自分自身もどうなるのか本当に先がわからない。でいろいろなキャラクターがたくさんいて、で彼女たち彼らは本当にどういう風になっていくのかも本当にわからないという感じで予想つきません。私がやっていたアスカもテレビの方ではちょっと悲しい結末でしたので、今度の映画では期待しているんですけど、皆さんもぜひ期待して見に来てください。
テレビシリーズが大好評で、でこうして劇場版っていう風になるんですけれども、私自身も楽しみにしてまして、でまた素敵な共演者とお仕事できるのも楽しみにしているので、劇場でお会いしましょう。劇場に足を運んでくださることに必ず意味のある作品だと思います。ぜひ、軽い気持ちでも結構ですし、重い気持ちでも結構です。足を運んでください。お待ちしてます。テレビにこだわる理由というのは、まあ、いろいろあるんですけど、今の閉鎖されたアニメーションの世界というんですか、閉塞感をなんか伴ったなんかすごく息苦しいものがあるんですよ。これは感じる人と感じない人がいるんですけど、少なくとも僕は感じた。でその閉塞感をなんとか打破したくって、打破するのはもうオブエーじゃちょっとメディアとして難しいと思うんですよね。だからその場合やはりテレビしかないだろう。今回の主人公というのはちょっと躁鬱あるは、おまけに自閉気味ですよね。自閉で躁鬱、なおかつ分裂症もあると思うんですよ。そういう主人公はですね、なんか何かあるんじゃないかな、そういう人でも。なんかその閉塞から抜け出す方法っていうんですか、自殺ではなくて。自殺っていうのは希望の産物ですからね。絶望だよね。まあ人間は絶望できないと思うんですよ。絶望を知りたくってなんか生きてるかもしれないというところもありますからね。まあ、そういう自閉的な人がどうすればなんか変われるんだろうって、そういうところだと思いますね。出てくるキャラクターはみんな自閉気味ですよね。他人となんか共有するものあまり持たないっていうんですか、ギスギスした人間関係がそのままフィルム出てます。これにシンパシーを感じる人もいるし、逆にかなり嫌悪を感じる人もいると思いますが、まあそれは覚悟の上でも、まあ、あえてそうしてるっていうことです。新世紀って英語だと、英語というか横文字のタイトルだとネオンゼネシスなんですよね。要するに新世紀のちょっと機能字が違う意味で入ってます。で、邦題というか日本語の邦だと新世紀の機能字がまた違う方ですよね。これは両方の意味をちょっと兼ねてみたかったんですよ。かといってなんかカタカナにするとちょっとかっこ悪いんで、英語と日本語で同じ表記のものなんだけどちょっと意味合いが違っていると、そういうものにしたかったんですね。これは別にアニメーション自体の中で自分たちが新しいものを、なんか新しい時代を作ろうという気概というよりは、自分の中であくまで自分個人として新しいものにしたかったという、それだけのタイトルなんですよ。新しい時代というのと、新しい時代でもあるし、新しいなんかそれを残すものでもあると、そういう掛け言葉として新世紀というのは入ってます。